メンタルが悪い時に重要な決断はするな。精神科医カバサワショーンのカバチャンネル、今日は北海道鶴居村の山の中からお届けしています。今日は質問いただきました。レインマンさん、鬱がひどい時に退職や離婚を決めるのはどうですか。とりあえず妻から休職したらと言われました。メンタル疾患の治療の中でね、一つ原則的なものがあるんですけど、それはメンタル的に調子が悪い時は重要な決断をしてはいけないっていうことです。なぜかというと、メンタルが弱ってる時っていうのは決断力というか考える力、思考力というものがものすごく弱まっています。どっちかというと物事をもういいやっていうふうに投げ出したい気持ちになっています。ですから、もう仕事なんかやめてしまえ、あるいは結婚ももう離婚してしまえみたいな風に、まあ、投げ出すような形でですね、離婚や退職を決めてしまう人がいます。しかし後で少し調子が良くなって病気が治ってきた時に、大体ほとんどの人はですね、後悔するんですね。あの時会社辞めなきゃよかった、あの時離婚しなければよかった、もっとよく考えてから決めればよかったっていう風にですね、後から思います。なのでメンタル的に調子が悪い時に重要な決断をしないっていうのは、これもある種メンタル疾患における重要な法則なので、ここはぜひ守っていただきたいですね。例えば会社辞める辞めないっていうのは、例えば休職期間って会社によって2年まで休職できるとか3年まで休職できるとかあるんですけど、休職期間3年までギリギリ休職して、その時に復帰できなければ辞めればいいだけなので、先送りすればいいんですね。ですから重要な決断を先送りするということです。離婚するにしても、今はちょっと判断できないからってことで、調子がある程度戻ってきてから、ちゃんと考えれるようになってから離婚という重大な決断をするべきなんですね。そうでないと、メンタル疾患の調子が悪い状態においては完全に何か頑張って続けていこうっていう、そういう気持ちにはなれないです。ですからもういいやってなってしまう、投げ出してしまう、そういう決断をしてしまって、後々まあ後悔するという患者さんを私も実際たくさん見ていますね。まあ、特に会社を辞める辞めないっていう問題に関しては、休職でつないで、できるだけ後になってから考えた方がいいと思いますので、重要な決断は調子が良くなってから、ある程度病気が回復してからやるようにしていただきたいなと思います。精神科医が教えるストレスフリー腸体禅、ぜひこの本であなたのストレスフリーを実現してください。全国の書店で絶賛発売中。